はい、こんにちは。こんにちは。また草物を教えていただきます。はい。はい、今日はこの間終わっちゃったあのこれは匂い発火という、苔発火とも言うんですけれども、まあハーブって言えばハーブなんですが、北海道の日高の方の野生の発火です。野原に生えてるんですよ。ただ野原に生えてる時はこういう風には見えないんですよね。草がこう生い茂ってるところの中にこう生えちゃうので、こうびっちり生えてるのはこれはうちであの何も生やさないでね、よく日当たりのいい場所を置いたからこうなってるんですけど、こちらはねすごいいい匂いするんですよね。あの発火なんで、もちろん食べれます。食べれるんですか。葉っぱをこう口に含むと発火、発火です、もろ発火。これをね苔の代わりに使う人もいるし、こういうね石に、ああなるほど、ここに真ん中にちょっと植えとくと広がるんですね、うん、苔だから、苔発火は。これを覆い尽くしますから。ただ今覆い尽くしたやつが売り切れててないんで、ここに植えることはできます。でこういう苔のようなものを分ける方法っていうの、それとあとこれは雪の下、姫の雪の下ですけど、夏場こんな感じで汚いんですよね。でこれをどうにかするっていう方法と、あとこれご存知の人はご存知、綿すげ。綿すげ。綿はあの綿の綿ですね。綿がこうここにくっついてたんですけど、もう時期外れなんでもう飛んでっちゃいました。うん、これが、年に2回咲くっていうことをちょっとやってみたいと思います。発火。こういう苔みたいに増える植物って結構あるんですよ。これ全体に根がこう張ってるでしょ、こういう風にね。でこうちぎってもいいんですけど、ギッチギチになっててちぎるの怖いわって人はこうやります。こうよいしょこれで平気なんですよ。ピザと同じです。そう、ピザ方式ですこれで分けるんですよ。そうすると例えばもっとちっちゃくしたい人はこうやって細かくね。これでできるやつは雲南カズラっていう植物ですね。やっぱ苔のように生えるんですよ、うんうん、あと他の丸葉畑のむしろとか分かんないと思いますけどこう這う植物ですね、はいはい、あの苔のようにそれはこれが効きますね。でこれを例えばこういうところにね植えるのにちょっと土をね、これは粗いのはいらないでしょうね、細かいのちょっと入れてもう土ごと植えちゃいますからね。こんな感じでもうこのまんま突っ込むみたいな。だから穴の大きさに合わせて切るんです、こっちを。だから鉢がこのくらいだとしたらそれに合わせてまず切ります。でとりあえず入れちゃってね、土を下に引いてね。でもし隙間があったらここにこの細かいのをね足しますけれども、まあだいたい足さなくても大丈夫なように切ります。でこれが今はこんな感じになりますけども、ちょっと待ってね、水につけてね。これが1ヶ月後にどうなってるかっていうと覆い尽くすんですね。あの這いますから、ここにこう根を張っちゃって石が半分隠れるような形になります。いいですね、面白いと思います、うん、普通の鉢でもこう溢れてきますから、例えばねこういう鉢にねこういう風に入れたとしても、このぐらい入れとくと1ヶ月で溢れてきます。1ヶ月で溢れます。これはこれを地面っていうか庭の隅に置いとくと1年でこのくらい大変だ、これくらいになりますかすごく強いんです、ね、ただ唯一の欠点がある、冷房に当てると真っ黒に溶けます。あ、そうなんだ。冷房はダメ。これ一年中緑なんですか。一年中緑です。花はね咲くんですけど、これ咲いてないのね、他のやつにちょこっと咲いて、紫の小さい花がブツ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 って咲きます。時期は今なんですよ。あら、今なんですが咲いてるのあるか。あるちょっと行ってもらいます。あと急に飾らなきゃいけない時とか、1ヶ月前で行けるなら。あ、行けます ね、なかなか売ってるかな分けちゃってこれしかない。え、ちっちゃい。あ、すっごいちっちゃい。アップで撮ってください。見えるかな、ちっちゃいね、うん、紫色の花。それはガレちゃったやつ。映るか。これ以上よりとピンクがこれです。もっと元気がいいと全面が紫色になるんですよね。あれはね確かね
水切れ一回させたかなんかしてがれちゃってた、うん、それで増え方が遅いんでしょう、まあ、欲しい方はね大野さんで買っていただいて上野グリーンクラブの常設売店に置いてあります。一鉢500円です。うん、富士の位置でも売ります。ああ富士の位置6 月24、25でしたっけ、土日です、 土日です、ね、最終土日です、うん、浅草にいますのでよろしくお願いします。はい、次は雪の下、これは姫の雪の下ですね、うん、そうすると今頃になるとね葉っぱがこう汚くなっちゃうんですよ、大きくなるしね、冬とは全然違うんですよ。これをどうするかっていう話なんですけど、これ葉刈りします、はい、葉っぱ取ってきます。汚い葉っぱっていうか大きい葉っぱですね、ちょっと細かい作業になるんですが、これは大きい葉っぱ取って下のやつに日当ててみたいなことなんですかね。そうですね、これがあると下が成長しないし、このまんまでは飾りも作れませんから、取ると下から出てくるでしょ、ちっちゃい葉っぱがね、うん、雪の下は今は大きい葉っぱが邪魔だったら取ってやる。他の種類もそうですよ、雪の下汚い葉っぱもいっぱいあるので取って、お取れちゃう。でこうなりましたら、これはもう簡単に、これ雑草ね、これいいな、はい、簡単に取れますからね、これも雑草、ボリ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 、よいしょ、子供がねいっぱいあるんだけど、まず雑草も生えてるからこれ取るでしょ。こっから先は細かいですよ、折れちゃったやつ。子供ね、はい、子供、こういうの大事にしないといけないんです。これもまた並べていくんですか、うん、これはこれでね。へこんなちっちゃい、だから鉢の大きさに合わせて割りますから、うん、これでこんな感じにねまとめますね。ここでこういう状態にして、はいはい、鉢に入れると今度は大きい葉っぱが出なくなります、閉まるので、この状態が割ってこれ、はい、でこの端っこにあった子供が取れちゃったのでこれです。なんで一応これはこの鉢に植えますね、でこれはこの鉢に植えようかな。すごいな、ゴロ土、とりあえずゴロ土ね、うん、入れてちょっとだけマガンプケ入れて、それでこれはもうね根っこが合ってないような木なんで一応邪魔なんで切りますね。でひょいと乗っけますね。これ止めても止めなくても大して変わんないんですけども、一応止めますか、落っこちないように、いつもの通り。これ引っ掛けるだけだから、ほんのちょっとだけ根元にね、こういうとこにこうやって軽く、これ一箇所やるだけで転がった時に抜けませんから大事ですね。土は赤玉と、うん、まあ気流も入ってますけどもね、盆栽の土と同じでいいですね。葉っぱを細かくしたいので締まるように土は普通の商品盆栽の土でやるといいと思います。これでですね、植えて小さい鉢に入れとけば、あさっきのような大きい葉っぱね、大きい葉っぱ取っちゃいましたよね、はい、あれが出なくなりますね。このサイズでまとまっていくと思います。でさらにここからもっと細かい子供がびっちり生えますので、だいたいこうこんもりして、であとこぼれるような感じでなります。よいしょ、これで出来上がりですね。であとはこれね、これもったいないんで子供がかわいそうなんで、これだけはね捨てちゃいそうな、うん、でもこんなちっちゃい鉢だったらね、やっぱりこのくらいのじゃないと入らないから。これ子供がこうでしょ、ちょっとまとめてね、ない人にとっちゃこれも貴重品ですよ。そうですね、そういっぱい増えてればね、うん、そうなんですよ。こんな感じね、こう入れて、難しい。これも一番細粒でこれは止めらんないからね。でも雪の下って根っこが糸みたいなもんなんで、こうして植えといて、あとで土の中から葉っぱが立ち上がってくるのを待つしかないです、ね、次回来たら溶けてたなって言ったらごめんよ。今ね何が植わってるか全然わかんないかもしれないですけど、
1日2日でちゃんと立ち上がりますから、うん、ここに葉っぱあるね。これでも大丈夫大丈夫大丈夫。雪の下もやっぱ強いんですね。強いですけどね、夏場に溶かしちゃう人いるからね、うん、あんまり日陰じゃダメだよやっぱりね。これ日陰の植物で当たった方がいい。半日陰から、うん、豆盆栽の環境だったら普通のもみじなんかと同じで、うん、別に問題はないと思いますよ。この雪の下は普通の雪の下より強いと思う。ランナーで増えないで元で増える。普通の雪の下はこうランナーで増えていくのね。ランナーなんかこうつるみたいな、そうそうつるみたいの出て子供ができてって言うんだけど、これは本体が増えますから、あの日が当たってれば葉っぱ大きくならないでこのサイズでいきますよ。ブワーッと。これはこれこうなりました。取ってないですね。何？あ、残ったやつね。残ったやつ、うん、そう、取ってないです。これがこぼれてこう、ふわっと。お楽しみ。お楽しみ。さてと、この植物が何だか分かる人は結構山野草に詳しい。山野草に詳しい。で、これはヒメワタスゲという植物ですね。はい、綿がここについてました。で、綿杉っていうのは尾瀬沼に生えてる、このくらい背が高くてこんな綿がブワーッとつくやつ、 あれの姫なんで綿はついてたんです。確かに。でももう終わって飛んでっちゃった綿。なるほど。でこうなっちゃうんですよね、ほっとくと。でそれをどうするかっていうことなんですよね、はい、もし持ってる人で今こういう状態の方がいらしたら、うん、ぜひこれよく見ると元に新芽が出てる。あ、本当だ。これは花芽です。はいはい、これは花芽なんですよ。この植物はね、一回咲き終わるともう一回咲くんです。すぐなんで咲かせない人もいるけど、せっかく花芽ついてるんだからってことで、このまんまだとおかしいじゃないですか。でも切ってもおかしいんですね、うん、こういうふうに切る人もいるんですけど、これねちょっと元を押さえててね抜くの、まっすぐ上にスッと取れます、力入れなくても。ちょっといいですか。はい、あ、全然力入れなくてもスッて取れるでしょ、うん、形をかっこよいまんま壊さないように、また2番目の花を楽しむときは抜く抜く、ちょっと急がないと、ほら、うん、って取れるだけ取っちゃう。よく見るとね違う植物も生えちゃってね、持ち込むと飛び込みがあるからね。これはゼニゴケね。これはソビです。ソビ花も咲きますよ。ソビが入っちゃって、これがもう 2番目の花の芽ですよ。でこれをこのまんま咲かしてもいいし、もしちっちゃいのを作りたければ抜いてここの一かけら、はいはい、簡単に取れますから、豆鉢に入れるとこのぐらいの鉢入れればここで咲かすことができます。なるほど。でもこれはこれで綺麗だけどね、うん、いいと思う、うん、これはこれでなかなかだんだん寄ってくるんですよこの草は。真ん中に植えといたら両端に新芽が出てるからこうなっちゃうんですね。だからこれ以上だともうだあのこう溢れてきます。なるほど。こう曲がってこう立ち上がるんで、これで花を終わったら植え替えですね。花は時期はもうこれであと1週間ぐらいでこのぐらいまで上がって、このぐらいで咲くから2週間ぐらいかな。その前のやつはもう咲いてたってこと。咲いて飛んでっちゃった。2回見れる。年2回ですこれ。でも2回目咲くの知らない人多いんですよね。こう切っちゃうから。なるほど。あの倒れるのでみっともないと思って終わったらこう切っちゃう人がいるんですよ。そうすると次の芽も全部切っちゃうわけ。だから分かんない人もいるかもしれない。まあ、これ簡単に抜けると思わないですよね。切っちゃうとあの本当に新芽で、またね冬は枯れるんですよ今の葉っぱが。ところが冬場にそれがあの邪魔だと思ってここで切っちゃう人がいるんですけど、はい、この高さで来年の花芽が入っちゃってるんですよ。それが枯れた葉っぱの中にある。あ、じゃあ切っちゃダメなんだこれ。切れないの。だなるだけ枯れたやつも抜く。なるほど。枯れたやつも手でこう簡単に取れるので、抜いてピーってやると生きてる部分だけが綺麗に残るから、枯れた中にそれが春になると花になる。なるほど。切っちゃダメです。切ると大変です。なんかみんな一生咲かないですよ切ってたら。切っていいものだと思ってました。はい、なんでも草はこれだけは切っちゃダメです。なるほど。前話したけど笹は冬に切るって言ったじゃないですか。はい、あれは中に入ってないんですか。中
かっていうより下から生えてくる、ね、また新しく出てくるか、横に出てくるタイプ、こう一本あってブツッと切ると節々があるから笹は、うん、その笹はこう出てくるんですよ。なるほど。だから中にも生きてるんですよ。生きてるものをわざと切って横から出させて、これの、これの場合は、はい、花芽を切っちゃうことになるとその年は枯れはしないけど葉っぱだけになっちゃう。なっちゃう。なるほど。だからこれは切っちゃう。まあ、そういうこともあるんですね。綿杉はね、うん、あんまり売ってないのかな。昔はどこにでも売ってたんですけど。うん、はい、今回は雪の下と、匂い発火。苔発火とも言います。どっちでもいいですけど。綿杉。うん、の三つでした。草物の世界を楽しんで。もう一本ありますね。はい、あります。次回予告は。そうですね。種から増えた草の植え替えとかをやっていくと。とか。草物の動画出ますので、はい、お楽しみにと、はい、ということです、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。